皆さんこんにちは。カルチャーから知る朝鮮半島のこと、この動画シリーズも今回で12回目となりました。私たちダイアログフォーピープルと、そして早稲田大学の韓国学研究所と共催でお送りしてきました。多岐にわたってカルチャーを軸に、この朝鮮半島のこと、人々の声を伝えてきましたが、今回もキム・ヨンモクさんとともにお送りしていきたいと思います。はい、早稲田大学韓国学研究所のキム・ヨンモクです。夏木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、そして今回も素敵なゲストの方にお越しいただきました、俳優のパクソヒさんを今回お迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当にこう心待ちにしていた時間だったんですけれども、はい、実際に、ね、画面越しにこう拝見していた方をこう目の前にすると、とても不思議なこう気持ちではあるんですけれども、今日は俳優さんとしてのこう歩みだったりですとか、その中のこうご自身のこうルーツのことだったりですとか、それにまつわる葛藤だったり、あるいはこれから取り組んでいきたいことなどなど伺っていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。楽しみです。はい、ありがとうございます、はい、なんか会場のオーラが違うんですよねっていうことで、すごく雰囲気が明るく、今日のトーク、いろいろなルーツの話もたくさんしていただきたいなというふうに思ってますけれども、いろいろとこう日韓関係、朝鮮半島と日本、そして世界で活躍するっていう、さまざまな若い人たちを含めてですね、パクソイさんのいろんな体験、時には苦い体験がたくさんあったからこそ、今の活動活躍っていうのがあるというふうに思ってますけども、そういう話をまたいろいろと伺いつつ、特に若い人たちが自分も頑張りたいっていう思う、そういう夢につながればいいかなというふうに思ってますので、楽しみにしています。よろしくお願いします。ちなみに今日はですね、早稲田大学で収録をしているんですけれども、実はパクソイさんも早稲田大学 の, ご出身ですね。はい、早稲田大学小学部に1994年に入学ですね。はい、はい、俳優さんとしてこれだけ活躍されているので、てっきりそのもう大学時代からもうサークルだったりですとか、こう演劇部でこうバリバリなさっているのかなというふうにこう思っていたんですけれども、在学中は特にその演技を本格的になさっていたということではなかったんです。全く興味もなければ、全く俳優になろうなんて考えたこともなかったので。そうなんですよ。貿易やりたくて小学校に入ったんですけど、でもね、面白いのはこれ、ね、今でも記憶あるんですけど、入学して4月、まだ4月の段階で、大久野講堂裏のほら、演劇サークルがすごい溜まってるような、ところにフラフラフラーっと何も考えずに迷い込んだことがあって、って思って、もしその時でも誰も出払っていなかったんですよ、人が、もしそこにいろんな先輩たちがいて入るよって言われたら、もしかしたらそこで僕の俳優人生がスタートしてたかもしれないっていう瞬間が、不思議な瞬間があったんですけど、実際そういうことは起こらずに、そのまま何もないまま卒業ですね。その時にまたこう一声、ね、かけられていたら、こう、違った始まり方はあったかもしれないですけれど ね、実際そのどうでしょう、もともとやっぱりこう貿易のこう、お仕事にこうご興味があったというふうに伺いましたけれど、その俳優としてその演技っていうものにこう興味を持ってやろうと思ったこうきっかけってどういったところにあったんでしょう。僕きっかけって何なんだろうってまだ分かんなくて、これもやっぱり先輩の村上春樹さんみたいに、なんかあの人って神宮球場の外野で野球見てて、誰かがファール、大きなファールを打ったのを見ながら、僕は小説家になるんだとかって言ってるじゃない、そんなかっこいいエピソードがあればいいかなと思うんですけど、本当に一切なくて、小学部、貿易がやりたくて小学部に入ったんですけど、ちょっともう英語で挫折してしまったというか、もう勉強が大嫌いだったんで、もう1年、2年ぐらいの時にはもう貿易なんて全く興味がなくなってしまって、もう本当に何もせぬまま、もう大学時代を過ごし、本当卒業間際にあって、どうしよう、これから就職しようかな、どうしようかなって思った時に、いや、就職はまだいつでもできるかなと、なんか自分の体一つでできるようなことをやってみようって思った時に、俳優でもやってみようかなって、おっと思い浮かんだ。昔から子供の頃から映画とかは好きで、父と一緒に白黒映画とかよく見たりとかはしてたんですけど、
そうですね、本当にあの思いつきです。うん、あのだから最近のインタビューとかでよく答えるんですけど、僕にとって俳優のチョイスってアントレプレナーになったみたいな、あ、企業家的精神と言いますか、ね、そうですね、その精神で俳優をやってるっていう感じです。うん、まあ、でも貿易にこう興味を持ったっていうこうマインドともしかするとこう重なるかもしれないですよね。こう、まあ、対外的にこういろんなこうコミュニケーションを取って時にはこう、まあ、の海を越えてこう何かこうチャレンジをしたりっていうことになると、今のこうまあお仕事と何かこう思考としてはこう重なるところがもしかするとあるかもしれないですね。そうですね、なんかの撮影でも海外に行ったりとかしますし、あの映画祭とか参加しに行くと海外にもやっぱり行くので、まあ、自分という俳優の自分というプロダクトをもしかしたら世界に持っていってるっていう意味では貿易をやってるってことなのかなって思ったりもするんですけど、あの実際にその、まあ、アメリカでこう本格的にこうあの俳優さんとしてこう、まあ、活動されてもう10年以上ということを伺っているんですけれども、はい、まあ、あのそこでやはりこう、まあ、日本でのこう俳優活動そしてこうアメリカへという中にはやはりこうご自身のこうアイデンティティだったりこうルーツあるいはそれにこうまつわる葛藤というのもこうあったと思うんですよね。でちょっと生い立ちのことにあの伺っていきたいと思うんですけれども、はい、ご自身はあの生まれはその新潟の上越そうですね、母の実家です、はい、で私自身もあの父方が在日コリアの子2世に当たるんですけれども、はい、そのまあ、パクソヒさんはそのおじいさんおばあさんの代にこう日本にこう来られて、はい、3世代目ということになりますよね。でそのあのまたこれはあの別のインタビューでこう伺ったんですけれども、まあ、幼少期少しだけその通名であの生活されていたことはあるにしても、はい、保育園時代ですよ ね、 そうですね、はい、少しでもやっぱり基本的にはこう本名でこう生活をなさっていた、まあ、お父様の こだわりもあってということでしたけれど、はいはい、何かその中でこう、まあ、実生活だったりこう社会との関わりの中で持つまあ、違和感と言いましょうか、うん、こうご自身の中 そのアイデンティティのこう葛藤だったりこう揺らぎというのは、うん、幼い頃をこう振り返るといかがですか。まあまず保育園にいた時に新井明宏っていう名前でこう入園して、うん、それが2週間のうちに今度は新井ソフィー君になって、はい、このまたこのいよいよパクソフィー君になるわけですよ、はい、そういうのをもう繰り返しながらあれ何なんだろうこれはって思った記憶って実はまだあるんですよね。あの教室の中に貼ってあった名札が僕の名前だけずっと3日ごとに変わっていくみたいな、はい、あれ何なんだろうっていう記憶が本当にまだあって、その変遷というのは、うん、最初はその通名を使ってみたけれど多分親が多分迷ってたんだと思いますよ、はい、今思えば。それが保育園。保育園です。すごいですね。それで、まあ、パクソフィー君、まあ、パクソフィーなんですけど、ソフィー君になっちゃって、うん、まあ、パクソフィーで小学校入って、となっていく中で、やっぱり、まあ、本名で言ってる、まあ、いや、自分は異質だなっていうことは、やっぱりもう常々思うようになるわけですよね。すごく、そうですね。だから、貿易を選んだっていうのも、自分の居場所はここにじゃないのかもしれない、何かいつでも浮いちゃってるな、自分ってなんかこう異質なものだな、エイリアンだなみたいな感じで思ってきてるんで、うん、いつか社会に出るとしたら世界を股にかけてじゃないですけど、そういう仕事をしたいなっていうのにもつながってるのかもしれないですね。うん、その自分自身をこう異質だなと思ったのは、例えばまあ学校にしてもそれ以外のこうコミュニティにしても、はい、周りにその多くの在日コリアの方がいたり、うん、あるいはそのコミュニティがあったりとい う環境ではなかった。全くなかったですね。はい、なかったですね。学校は本当に、でもね、僕の通ってた市川市立宮田小学校っていうのは帰国子女学級っていうのがあって、中国残留孤児の友達もいたし、ミックスルーツの同級生たちもいたし、アメリカ、フランス、まあ、アフリカン・アメリカンの、ミックスルーツの子たちもいたし、そういうのは本当に良かったなと
思います。ただまあ上級生中あの3年4年5年になって部活とか始まってくると上級生とかとのつながりとかも出てくる中で、はいはい、やっぱりあの同級生の中ではもうあの処理されてる問題たちがまた別の問題として出てくるわけですよ。うん、そういう時にやっぱりあの身構えるというか、だからまああの毎年毎年自己紹介の日4月2日3日あ新年度になるとそうですね、はい、常に臨戦態勢であの学年の一番初めの日はもう臨戦態勢で学校に行くという心持ちはね、またやっぱりこう人間関係もね新学期を機にこう変わるとそうですね、なんでその名前なのとか名前がねやっぱりね、うん、子供って本当にあのそういうちょっと違ったところでこうまあ純粋だからねか、うん、からかってきたりとかなんかこうなんだよそれはっていうことがあったりとかするじゃないですか、うんはい、でもそれでも本人はすごく嫌なわけですよ、うん、例えばパクって言ってて感じで、まあ、先生も多分良かれと思ってじゃないかもしれないけど自分の時代のこと考えて僕とかって言ったりするわけですよ、うん、おい僕、はい、おい僕ってなんかちょっと3年4年生5年生ぐらいの頃の少年に向かって、うん、おい僕みたいな感じで言われてるみたいですごい嫌だったんですよね、うん、僕ちゃんみたいなそういうニュアンスってことですかね、はい、当時はまだ日本のメディアとかでも近代中僕世紀とか本名言語読みじゃなくて、はい、日本語の漢字の音読みで対応してたっていう傾向もあったかもしれない。未だにニュースなんかで中国語はまだそうなんですよね。でも韓国語に関しては言音読み言語読みっていうふうに変わっているんですけども、だからそれがまあ良かれと思ってたっていうかそういう時代だったと思います。そうですね、うん、その新年度ごとにやっぱりこう、まあ、力が入るというか先ほどね臨戦態勢っていうお話もありましたけれど、はい、それってやっぱりこう中高に上がっても特に高校3年まで続きました、ね、そうですか、はい、大学になるとどうでしょう。やっぱり早稲田って私は卒業生ではないですけれど、まあ、いろんなこうバックグラウンドのいろんなルーツの人たちが、まあ、大学になると割とこう、うん、メンバーにもこう多様性が出てくるのかなと思うんですけど。そうですね、あの早稲田に在日の集まるサークルというかそういう部室部屋みたいなのがあったし、うん、あのそこで早稲田に入学して初めて他の在日に会ったというか、しかも僕みたいに本名でずっと日本の学校を経て大学に入ってきたっていう友達が何人かいたんですよ。あ、そうですか。珍しいとは思いますね。いやそうですね、民族学校ウリ八教とか韓国系の学校を卒業した人、うん、または留学生はいたかもしれないけども、はい、日本学校で本名でっていう数は、はい、少ないかもしれない。そうなんですよ。だから本当に意気投合して先輩後輩同級生にもいましたけど、今でもずっと付き合ってる友達です。うん、ちょっとお話がまた遡ってしまいますけれども、先ほどねその珍しいっていうお話もありましたけれど、はい、例えばその親御さんとこうそういう話をしてこう韓国学校にこう行きたいだったりですとか、うんうんうん、そういうことをこう、まあ、保護者さんとこう相談したりっていうことは大学に入る前っていうのはあったりしました？いや、あったんですよ。実はいとこたちが、あけぼの橋にある東京韓国学園に通ってたんですね。はい、で、小学校3年の時だったかな、その父親に、俺も韓国学園に引っ越し、転校したいと。転校させてくれと。何か思うところあったんでしょうね。うん、こう、泣きつくぐらいの勢いで行ったと思うんですけど、行ったんですけど、父親は、それはさせないと。なんでだよ、いとこだって言ってるじゃないかと。いや違うんだと、お前がパクソリっていう名前で、そのまま日本の学校に通うことで僕らが日本の共生社会の中で生きる一員として、そういうことが自然になるような日本でいてほしい、うん、そういう願いがあってお前を日本の学校に入れていると。なるほど、ね、だから転校させないよと、うん、がっかりしましたけど、まあ、小学校3年生ぐらいだったら1980年代半ば後半だったと思いますけれども、はい、で90年代94年に早稲田に入学されたっていう時まだ韓流ブームの前のその20世紀だったし、そうですね、当時のその朝鮮半島をめぐるニュースっていうのは、うん、必ずしも明るいニュースではなくてですね、うん、北も南も
ろんな意味で経済的なあの IMF 時代というふうに経済危機の韓国で北の方ではいろんな政治体制が変わったり、あるいは軍事的な部分やいろんな部分があったので、まあ、大学生であるにしてもですね、あの一方では民族的な意識が高まるようなサークル活動があの元気を得るっていうと変な言い方ですけど、その可能性もあるけれども、必ずしもそういうところにあの入りたくないっていう人にとっては居心地の悪い時代っていうふうにも思うんですけれども、その中でパクソイでありながらあの民族的なあるいはルーツとの距離をどう置くのかっていうのは、あのある意味で難しかったんじゃないかなというふうに勝手に想像もしてみますけども。そうですね、僕は結構オープンなんですよね、うん、逆に父親が自分の学生時代の父親は明治なんですけど、明治における在日のグループ、早稲田における在日のグループっていうのを見ている中で、早稲田はもしかしたら政治色が濃いかもしれないから、まあ、本当にそういうのを参加するとき気をつけろよと、行かない方がいいぐらいのことをずっと言われてて、まあ、僕も行くつもりもなかったし知らなかったんですけど、高校時代からずっとやってた極真空手の部室が4号館にやっぱりあって、それで今日も稽古が終わったぞっつって、もう道着もはだけながら、じゃあちょっとトイレに行ってこう顔でも洗うかってなったら、トイレに行く通路のすぐ横を見たら、あれ韓国文化研究会って書いてあると、うん、なんだこれ在日韓国文化研究会って書いてあるって、パッてドア開いたんですよ。そしたらちょうど定例会みたいなのやってたみたいで、今思えばその時の上級生たちが 7,8 人ぐらいいたんですよね、うん、今でも付き合いのある本当に大好きな先輩たちですけど、その日からなんかもうその日、もうその日のうちにご飯に連れてってもらって、あの裏のなんかの韓国料理屋ママハウスっていうのがあったんですけど、まあ、ママキムチっていう、ママキムチまだあるんですね。でもあの所有者は中国籍の方だっていう形で、なるほど、あのグローバルな展開です今。なるほど。だからその偶然の出会い、いやびっくりしたと思いますよ、あの空手着を着た人がパッと開けてきてもしかしたらね、怒鳴り込みに来たのかな、そうかもしれない、もう頼もうみたいな感じだったかもしれない。そうそう、顔がちょっと真っ青になってましたもんみんないや違うんです、僕も在日なんですけどって言ってあそうなのかって、それ本当偶然の出会いで、いや本当に僕の中でもそういう抵抗とか、うん、そのルーツに対するなんていうかこうあまり考えすぎるからの離れたりとか、逆にもっとベタベタ一致していこうとかっていうことじゃなくて、あくまでもオープンな中で好きな人間だから付き合ってるみたいな感じで、まあ抵抗もないしっていう感じですか、ね、まあ、そのオープンな中でご自身のやはりこうあの本名のこうままでその後のこう俳優活動もこう続けていらっしゃったと思うんですよね、はい、ただどうでしょう、その今やはりこういろんなこう時代もこう変わってきていますし、はい、ルーツをオープンにしているこう芸能関係のこう方もいらっしゃいますけれども、はい、あの必ずしもこうルーツをオープンにしやすい社会かといえばまだまだこう課題が残っていると思うんですよ ね、うん、そうですね、日本で、まあ、あのその後ね、こう韓流ブームなんかもこう到来しましたけれども、はい、じゃあ果たしてその本名でこう俳優活動を続けるということがどうなんでしょう、こうそこでのこう壁だったりですとか、はい、こう葛藤みたいなものに突き当たらなかったのか、そのあたりはいかがですか。まず韓流の波と在日っていうのは全く分断されてるなっていうのが特に僕のこの俳優の業界とかでは感じられましたね。全く違うものだなと、在日っていうのはまるでちょっと気づきたくない見たくもないような存在としてこうシャットダウンされてるような感じがしちゃったんですよね、うんうんうん、在日で本名で活動してるから難しいなって思ったことがないと言ったら嘘だと思います、うんうん、あの思わないようにしていましたけど、例えばじゃあ、なんとも言えないけれども、例えば、
日本を代表するような、まあ、こういう時代劇のこういう役があったりとか、なんだかっていうところに、例えばパクソヒとかキム・ナイナイとかリー・ナイナイっていう俳優がキャスティングされることを良しとしない人たちもいるのかなっていうことも思う、想像したし、例えばコマーシャルってそれぞれの企業の代表として顔としてこうやる中で、もしかしたら何かこの国際的な政情とか関係の中で何が起こるかわからない時に、その本名でルーツをオープンにしてる人を企業の顔として使うコマーシャルに起用するところってあるのかなとかって想像ですけどね、したりもしたし、っていうのありました。まあそうしたそのまあ葛藤などもこうご自身の中で終わりだったと思うんですけれども、まあ、その中でやはりこう着実にこうチャンスをつかんでいったといいますか、それこそそのベントへのこう抜擢だったりですとか、で2012年ですよね、こう本格的にアメリカにこうキャリアを落としていったのが、ただちょっとこれはまたそもそもの話になるんですけれど、先ほど貿易関係のこう仕事はちょっと語学のこう壁でこうちょっと挫折してなんてお話ありましたけれども、やっぱり一大決心だと思うんですよね、ご自身やっぱりこう拠点アメリカに移して、でそこでやっぱりこう俳優で身を立てていくってなると、で、まあ、その、まあ、国籍が違う、ルーツが違う、あるいはその言語のこう壁もあるっていう中で、どんなふうにこうそことこう向き合っていたのかっていうのはいかがでしたか。その貿易勉強しようと思ってた時に挫折した英語っていうのがあったんですけど、このベントで主役に抜擢された時の、抜擢してくれたその演出家っていうのがアメリカ人の演出家で、当時その演出家もイタリア語が喋れて、僕もちょっと大学時代イタリアにちょっと留学してたことがあったりとか、イタリア語が喋れたんですよ、結構うまく喋れたんですよ、だからイタリア語で喋ってたんですよ。あ、そうなんですか。英語飛び越えて、それは初めて知りました、でもやっぱりもうお互いちょっとやっぱ第二外国でっていうのが不自由なところがあったので、じゃあ僕の方からやっぱり英語ここで勉強しなきゃいけないなと、自分で必要だと思ったらもうどんどんはかどるもんなんですよね。そうなんですよね。それで2002年ぐらいからずっと英語の勉強は個人的にしていってっていうのはあったんですけど、でアメリカに渡って、まあ、言語の問題は今でももちろん毎日勉強してるというか、多分もう第二外国第三外国語ってもうずっと仕事で使うんだったら、まあ、一生つきまとう問題かなとは思いながら、一生の付き合いだなと思ってやってますけど、今度は夢の国アメリカですよ。僕は日本の芸能界には全く興味なかった中で、もともとちっちゃい頃からハリウッドの白黒映画が大好きで、そっちのことを思いながら俳優っていうのをやり始めたわけですよね。で、よし、グリーンカードも取れたし、アメリカでやろうってなった時に、ちょうどまたそう、面白い流れがあった時で、日本人の役は日本人の俳優にしか受けさせないようでしょうがっていうような流れが急に来たんですよ。あ、オーセンティックジャパニーズ。そうなんですよ。47浪人って言って、忠臣蔵をなんか元にしたキアヌ・リーブス主演の47人も侍が出るんだったら、俺にもチャンスがあるかもしれない、マネージャーに電話してオーディション絶対取ってくれと、よし分かった、20分後ぐらいに電話があって、ソヒお前のこのパークって名字お前コリアンなの、俺ジャパニーズだと思ってたけどコリアンなの、来たよと思って、それはマネージャーさんからですか、アメリカ人、そうだよ、でも僕は日本生まれで、親も日本生まれで、なんだったらもしかしたら日本の結構優秀なプライベートスクールをね卒業して、日本の平均の国語能力よりも普通に国語ジャパニーズがうまいよといろいろ説明したけど、やっぱり断られるわけですよ。
アメリカでもそういうことがあるんですね。だから知らなくてね、制作者のその側のもしかしたら理解不足っていうところもあったのかもしれないですけどね。全くそうでしょうね。あのその流れが来る前にはどんな流れだったかって言ったら、もうアメリカ人にとってジャパニーズ、チャイニーズ、コリアンっていうのはもう同じようなものなんですよ、うん、逆に。でそうじゃないんだなと、これは分けてちゃんとキャスティングしなきゃいけないんだなってなった時に、そこって彼にとってはラディカルなチェンジなんですよね。その中でラディカルなチェンジが起こった時に、在日とかっていうことをもう一つ入れていくと、うん、全く拒否反応なんですよ。分からない分からない、うん、難しいことを入れるな、はい、いくらでもやりたい人はいるからっていう発想かもしれないですね。そうですね、難しいこと言うなと、うん、困った。韓国の、じゃあパクだから韓国の役のオーディションを受ければいい、そんな簡単な問題ではないんですよ、うんうん、コリアンアメリカンの俳優っていうのはジャパニーズアメリカン、もしくはジャパニーズでロサンゼルスに来てるジャパニーズ、ジャパニーズの俳優たちよりももっともっと問題が多くて、うん、彼らはまだ1世もしくは2世なんで、ネイティブのコリアンを喋るわけですよね、うんうんうん、僕の韓国語はそこまで上手くないんで、留学半年留学して覚えたあの韓国語なんで、いやいやそんなことはできないと、自分のネイティブラングウェッジ の, あの日本語で勝負しなきゃいけない、うん、日本人の役を演じなきゃいけないところなのにと言って、悩んで悩んで悩んで、新井宗司っていう名前を名乗ろうと、宗司新井っていう名前を名乗ろうっていうのが出てきたんですよね、うん、日本でも日本の芸能界でもずっとパクソヒっていう本名をある意味、まあ、突っ張りながら生きてきてるわけですよ。うん、それでも俺はパクソヒだと。うん、何が悪いの、オープンでパクソヒ本名って何が悪いのって頑張って生きてきた中で、まさかアメリカでそうじゃないになるとは自分も全く想像していなかった流れだったんですけど。ちょうどその先ほどお話があったように、まあ、例えばその、まあ、チャイニーズ、コリアン、そのジャパニーズがやっぱりこうアジアンっていう括りで、うん、こう以前はこう絶対にこう括られていたのが、はい、まあ、いろんなこう流れがあり、例えばその、まあ、日本人のこう映画の中のこう役を他のこう国籍の方がやったことでこう批判があったりっていう、こう、うん、そうですね、流れの中でオーセンティックジャパニーズっていう、 こう言葉が、ね、うん、こう取り入れられたりっていう、そうですね、オーセンティックジャパニーズっていう言葉を初めて聞いた時に、うん、あれアメリカ人ってこういう言葉使っていいのかなって思っちゃって、あれちょっとナチスっぽいなって思っちゃった、うんうん、そうですね、と思って、あのアメリカでそういう映画をめぐるトラブルがあのいくつかあったような気がするんです。これはあの韓国社会あるいは中国社会が過敏反応したからっていうことかもしれないですけど、私の記憶だとサユリっていう映画が、あのコンニーさんがそれに出ることで、はい、中国側の反応が非常に厳しかったっていうことで、あの国籍ナショナリズムがやっぱり紐づいてしまうっていうところで、まあ、あの映画産業自体も予防策に過敏に取ったのかもしれないとか、うん、あるかもしれないですね。そう思いますね、あの映画の影響が大きいと思います。うん、はい、ね、でもやっぱり日本でも例えばその私がこう大学にいた時なんかはこう普通にこう純ジャパっていう、こう言葉がこう使われて、あなた純ジャパみたいな、こうまあそれってなんか帰国子女じゃない人をこう指したりもするんですけれど、また別の意味合いをこう持ってしまったりする。でもやっぱり純っていう言葉がすごくこうセンシティブな言葉の響きだなというふうに思っていて、先ほどねちょっとナチズム的なという話もありましたけれども、ね、本当はもっとこう多様で境界線って曖昧なのに、バスッとこう人工的な線がこう引かれることの違和感っていうものはどうしてもありますよね。ありますね、うん、ちょっと僕はそういうのに恐怖を感じてしまったりなんですよ。そうですね、はい、まあ、その中でこうこれからどうしていくのかとい う, こう葛藤あったと思うんですよね。こう、まあ、その中でじゃあ名前を変えてやるのか、それも違う道をこう選ぶのかという中で、ご自身のこう本名で生きてきた中でやはり新井宗司とい う, こう名前を名乗ってこう俳優をするっていうことってものすごく大きな決断だったと思うんですけれども、うんうん、はい、そのこう決断については今どういうふうにこう自分の中でこうどうい う, こう意味合いを持つものなのかということを振り返りますか。うん、本当にメンターのような業界の人にも相談したし、もちろん父親にも相談したし、うん、まあ、本当はこの名前をつけてくれた祖母にもね、相談をしたかったけど、祖母はもちろん亡くなってるわけで、うん、まあ、最後は自分でも考えて考えて決めましたけど、
まあ、実験だと思ったし、なんていうのかな、まあまあね、最後はもうこれが日本名だとか数名だとかっていうのも正直思ってないわけですよ、うん、もうアメリカンネームだと僕は思ってるんで、あるいは芸名っていうかね、そうです、アメリカンネームもしくは芸名だと思ってたりもして、うん、逆に数名思って活動してる先輩方が多いじゃないですか、うんうん、その人たちの気持ちもちょっと分かって、うん、来るかなと思ったりとか、これ面白いことね、俳優とかをやってると、なんか今までの人生のこの厚みというか、なんかいろいろな経験が糧になるってよく言われるんですよね。で、ああ、パクは在日として生きてきていろいろな経験があるから、そういうのが演技に出てきてきっといいんだろうなと、うん、僕も自身でも思ってたし、これまた皮肉ではないんですけど、じゃあもう一ひねり今度はしてる人たちって、しかも在日として生きてきて日本名でアイデンティティを隠しながらやってる人たちがさらに一ひねりあるから、もっといい演技できるんじゃないかなと思って、ちょっと羨ましかった時もあるわけですよ。そういう人たちのこの気持ちもわかるかなって思ったりとか、まあいろいろなこう、まあネガティブなこととかではなくて、ちょっと一丁やってみるかと、そういう考えで掃除洗いになりましたけど、私は全くポジティブな意味合いとして受け止めているっていうか、はい、在日コリアンあるいは何人であっても多様なアイデンティティを持っているわけですから、日本で生まれて日本で育って、あるいは状況に応じてそういう名前を必要に応じて使うということは自然な現象で、むしろパクソイさんのその決断っていうのが、日本名で生きる、あるいは日本国籍だけれどもコリアンルーツを持っている人たちにとって、はい、むしろ勇気、あるいはこれこそが新しい時代の日本社会の構成員なんだっていうことを感じさせてくれるっていう文脈だと思うんですね。だから映画の文脈で言えば、そのカリフォルニアでそのアーノルド・シュワルツジェネガーなのか、シューバーゼネガーなのか、あるいはキム・ベイシンジャーなのか、キー・ベイシンガーなのかっていう、人によって発音が違ってくるとか読み方が分かんないっていうことは、アメリカのような移民社会の中では当たり前のことなので、うん、アライ・ソージ、パク・ソイ、これが同じ人物なのか違うのかっていうのは、うん、それこそみんなが確認しつつ、うん、なんか移行期の時代を生きてますから、はい、むしろこう鏡としてモデル的な存在として活躍してくださってるっていうふうに喜ぶファンが増えるだけだと思ってます。嬉しいです。あとね、またこのアライ・ソージだよ、パク・ソイだよっていうことをこうオープンに喋っていけるのが僕は楽しいんですよ、うんうん、先生おっしゃったように、オープンに喋っていけることを、その次世代のこの方たちが、次世代の方たちなりの感じ方でこう感じ取ってくれたら、なんか新しいものだと思ってくれるんじゃないかなって。相手側の知性と教養が問われますよね。その後どう突っ込めばいいのか、どう聞けばいいのかっていうのが、はい、その日本社会のマジョリティの方々、あるいは日本社会だけじゃなくて韓国でもいいし、アメリカでもそうなんだけども、次失礼にならない聞き方っていうことが問われる、うん、そこを試してるっていうことが、試すって言い方変ですけども、その場面場面を体験されるっていうことがとてもこうスリリングで重要な、その時代を変えていく先駆的な作業なんじゃないかなというふうに思うんです。先生おっしゃったように、本当に聞かれるっていうことを僕大好きで、うん、アメリカとかヨーロッパとかだと、アソヒパーク、日本から来たんだろ、日本人じゃないの、韓国名じゃないのっていう、もうどんどん質問してくれるんですよ、うん、だから答えやすいし、逆に面倒くさくないんですよね、僕の場合は。それを答えてこの話題にして喋っていくことがすごく楽しい。だから日本でもどん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 もっと聞いてほしいし、うん、いやいや僕ら同じだから大丈夫だよっていうところで止まるんじゃなくて、もっとこっちはオープンにしてる、ね、だから向こうもオープンにいろいろ聞いてほしい。ご出演されたそのパチンコという、こうドラマのシリーズは私も非常にこう印象深く拝見していましたし、ね、パクソヒさんが演じられたいのがモーゼスさんという、はい、在日コリアンの2世の役、そうですね、はい、ですよね。で、まあ、いろんなこうシンポジウムなんかもね、うん、実は金玄幕さんも
ドラマパチンコをテーマにしたシンポジウムを日本で開催していたり、1年ぐらい前の話、もしかしたら YouTube で見たかもしれない。あの動画そのものは3時間ぐらいのシンポジウムでしたけども、はいはいはい、多分見たと思います。はい、2部で司会をさせていただいて。そうなんですね。そうなんですよね。いや、常にやっぱりそういうふうにこう語ったりこう集ったりっていう、こう機会があるわけですけれども、はい、どうでしょう、そのパチンコというこうドラマ、特にそのシーズン1はやはりあのソンジャというこう一人のこう女性が、はい、本当にこうあの、うん、何かこう内に秘めているんだけれども、自分の声をこう押し殺すようなこう生き方を強いられてきた女性が自分自身の声を上げるまでのこう過程っていうのを私は非常に印象的だったんですけれど、はい、うん、でもその中であのご自身はこう2世のモゼスさんのこう役を演じる、はい、おそらく非常にこうご自身にとってもこう意味の大きなこうドラマの視点だったと思うんですけれど、このやはりこうオーディションをこうするということが耳に入った時っていうのもすぐに、やはりこう受けたいという意向でそこにこう進んでいったというところですかね。そうですね。まずその原作者のミンジェン兄さんが日本で生活されてた時に、うん、あの知り合いになる機会があったんですよ。うん、何度かお会いしてて、その実は次回作で在日のことを書こうと思うと、うん、だからインタビューさせてくれないかって言われて、うん、2人でお茶を飲みながら3時間ぐらい話したり、僕の在日の友人を紹介したりとかっていうこともあったんですよね。うん、それで、まあ、時は流れ、本が出版され、うん、出版されると同時に買って読んで、うん、ああ面白い、こういうの書いたんだなって、また時は流れ、映像化されると、ドラマ化されるってあった時にすぐ電話を取って、マネージャー、エージェントに電話して、アメリカの必ずオーディション受けたいから、これはもう僕らの話、僕の話だから絶対受けたいとは言いましたね。で、長いオーディションプロセスで、実は僕の子供のソロモンの役を僕は受けたんですけど、あ、3世代目にはそうだったんですよね。僕も3世代だし、はいはい、日本からアメリカに渡ってっていうのが、それもそれはそれで感情移入もできたんですけど、うん、まあやっぱりもう年代が年代だし、結果的には戻せるになっては、まあ、正解だったと思います、うん、正解だったというのはこうどの点で思われますか？僕の中で在日2世の方々ってもう伝説的に面白い人たちが多いんですよね、はい、いやもちろん1世の方々もね、うん、もちろんその方々の伝説があってのなんですけど、はい、ご自身のお父様の子代に当たるっていうことですよね。そうです。でうちの父の友人たちが集まる会とかに僕小学生の頃からもちょこんと座って話を聞いてるのが大好きだったんですよ。うん、もう彼らのこの底抜けの明るさとか声の大きさとか、声の大きさ、たくましさですよね。たくましさ、たくましさ、まあ、面白いし、大変な部分もあるので、うん、在日二世論っていうのはどう今後検証していくか、ご存命の方が多いからポジティブな部分たくさんある中で、はい、おっしゃる通りだと思います。だから僕の中でもどんなお笑いの方よりもどんな俳優よりも周りにいた二世のおじさんおばさんたちの方が面白かったっていう中で育ってきてるんで、はいはい、あ、その世代は演じられるんだ。僕もその先生がおっしゃったように二世の方々のことを何かで残さなきゃいけないんだろうなとかって思いながら生きてきた中で、あ、演じる機会ができたって思ってとても嬉しかったというか、ただ難しかったです。役作り今までの仕事の中で一番難しかったというか。どのあたりが特に難しかったですか？あまりに近すぎて演じるスペースが見つからなかったんですよ。本当怖かったんですよね、はい、こんな経験はなかったです。ドキュメンタリーのようなの感じだったんでしょうね、自分にとってすごく怖かったですね、本当に。またでもその2世というとその、まあ、1世の方々はご自身のこう、まあ、故郷の記憶がある方もこうたくさんいらっしゃるわけですよね、はい、直接的な。でそこでこう来る。で2世の方々っていうのは日本で生まれながら、やはり先ほどねこう異質な存在というこうお話もこう最初にありましたけれども、はい、なぜ異質なこう存在なんだろうっていう、 こういろんなこう葛藤を抱えながらこう生きてきた方々が少なくないと思うんですよね、はい、で就職差別も今とは比べにならないほどこう、まあ、厳しい中で、はい、なんか
自分がこうどこかに就職できないんだったら、じゃあ自分で何かをこう立ち上げようっていう方も多かった世代、やっぱりそういう世代をこう見て育ったっていうのは大きい経験ですよね。うん、はい、周りを見渡したらみんな社長じゃないですか。あ、そんなことってありえないじゃないですか。社長か会長か。社長か会長か。そうですね。そうなんですよ。だからそういうのもあって、実は僕の世代ぐらいから就職差別っていうのが本当にこう撤廃され始めてというか、あのもうあの日本企業に入っていこうよみたいな感じになって、先輩とかがね、あの大企業に入り始めてきたんですけど、僕の中ではあれつまんないんじゃないかなって思っちゃったんですよ。その周りがね、社長会長さんばっかりだった中で、僕はあっちのような人生を送りたいなって思ってたもん。あ、なるほど。まあ、先ほどそのやっぱりこう近すぎてこう難しかったっていうこう話もありましたけれども、まあ、これ差し支えない範囲でこう伺いたいんですが、はい、やっぱりそのまあ多面的なその人間関係の中で、特にそのまあモーゼスさんをこう演じる中で、ご自身が特にこう思い入れのこう強いこう場面だったり、非常にこう印象深いこう場面を挙げるとすればどんなところですかね。そうですね、ドラマの中だとあのオムニと一緒にプサン、はい、オムニの故郷に、そうですね、はい、あのでお墓を探して見つからない見つからないと言って役所に行って、あの私たちこれこういうものだと言ったら、あの役所の方々が、ああ在日みたいな、そのあっちの人ねっていう、そうですね、扱いでしたよね。その時にモザスがうっとカチンとくるんですけど、オムニちょっと抑えなさいって止められるシーンがあるんですけど、そこは僕はちょっとこうこのシーンが入ってよかったなって思ってました、うん、あの在日として生きてきた中で、日本の中でのこの葛藤っていうのもありましたけど、韓国に行くたびに感じた葛藤っていうのも同じぐらい僕にとって大きかったので、下手したら日本の中で自分が在日、日本の中にいる自分よりも韓国でいる自分の方が全く何者としても認められてないみたいな感覚っていうのは持ってたんですよね、やっぱり、作品のリテラシーっていうか、その文脈をどこまで視聴者が、はい、観客が理解できるかっていうのは非常に難しい話ではあるんですけども、はい、その作品のシリーズっていうのは、まあその作品パチンコ、ドラマパチンコが評価を受けた、世界的にヒットしたっていうことによって、まあ、欧米社会の人々が在日コリアンの存在を初めて本格的に知ったっていうのもあると思うんですが、私はそれ以上にあの今あのパクソイさんがお話しされたように、韓国の人々が違う文脈から、グローバルな文脈から在日コリアンのことと向き合うっていうきっかけになった作品なんじゃないかなっていうふうに思ってて、このあの在日たちが感じるふっとするストレス、フラストレーションを本土の人々が実はなんでっていうふうにこうスルーしちゃうような気がして、そこが多分留学の経験の時も感じられたかもしれないストレスだと思うんです。そうですね、一番日本で本名で在日韓国人として生きてきてる中で、韓国に行くと、そういうお前日本人だろ、日本人だろ、日本人だろって言われるのは一番韓国で言われることが多いんですよ。いや、その度にやっぱそこでも僕は語ってしまうんですけど、いや本当に知らないんだなと、やっぱり一世の時代、二世の時代にどれだけ在日がこのまあ物心両方でも支援をしたかと、そういうこともあるのに、やっぱりなかったことのようにもう本当に知られてないんだなっていうのが、うん、不思議というか悔しいというか、そうですね。そうですね、やっぱり挙げていただいたあのシーンの中に、非常にこう、はい、狭間に生きるこう人々の、というこう存在だっていうことが、あの小さなシーンにこう凝縮されているといいますか、はい、日本でも他者でもこう韓国に来てもこう役所であっちの人ねっていうふうな扱いを受ける、はい、こうそのやっぱりこう間でこう生きるこう人々のこう存在っていうのが、あの一つのシーンだけでもこう強くこう示されている感じはしますよね。はい、ありがとうございます。あとちょっと個人的なすごくあの印象に残ったこうシーンを
お伝えしても大丈夫ですか？あの、そのやっぱり主にがその故郷にこう帰った時にものすごく雨の日でしたよね。で、あのタクシーでこう車で、まあ、ホテルにこう行く途中で海で降りて、で主にが海に入っていくシーンで、その主にがってこうものすごくこう感情が溢れながらこう海に入っていくのを見て、その背中を見ているモーゼスさんの表情っていうのが、うん、私はすごく印象に残ってるんですよね。表情とあのだけでこれだけやっぱりこう考えといいますか、こう感情をこう語れるんだっていうところでものすごく蘇ってくるシーンなんですけれど、あそこはまあちょっと本当にこんなことをこう聞くのはこう月並みかもしれないんですけれども、はい、どんな思いを込めてと言いますか、こう演技をなさったのかなって、すごくパーソナルにこう聞いてみたかったことではあったんですけど、まあ思いを込めるということは実はあんまり演技ではしないんですよね。まさに本当にあのユン・ヨジョン先生が村長を演じてるわけですけど、はい、もう彼女とはあのもう彼女は尊者になりきってる中で、僕もモザスっていう人物になりきってる中で、もうそのかもう本当にそのあの背中を見てるだけで何も考えなかった、頭が脳を外した後に出てきたのがあの表情があれだったんでしょうね。うんうん、何も考えてないです。うん、あれこれこう考えるよりはっていう、もう感じるままにと言いますか、そうですね、はい、いやなんかこう本当はね、こうもっともっとたくさんこういろんなこう印象に残っているこうシーンは伺いたかったので、それをこう多分掘り下げるとあと1時間ぐらいこうお時間いただくことになってしまうので、あのオープニングのダンスが一番良かったっていう人たくさんいるんですけどでもオープニングいいですよね、すごくポップな感じですけれど、あのどうでしょう、今あの、まあ、今日本にあの、はい、いらっしゃいますけれども、これからそのご自身の中でこう取り組んでいきたいことだったりですとか、はい、あの俳優として、あるいは それ以外にこうあのなされたいこう活動でもいいんですけれども、うん、今後こう力を入れていきたいものというのはいかがですか？僕今っていうかこの10年間ぐらいずっと企画してるプロジェクトがありまして、はい、ドキュメンタリーなんですけど、ドキュメンタリー、はい、あの世界のコリアタウンを歩くっていうのをずっと10年15年ぐらい前からやりたいなと思ってて、うん、はい、で今パチンコっていうドラマで一応顔は覚えてもらって、はい、であのたくさんの人に見てもらってるんで今がチャンスかなと思って、そうですね、それこそまあプライベートで先日の夏前ぐらいにカザフスタンとウズベキスタンの高麗人の人を訪ねてきたりとか、はい、ブラジルのサンパウロのコリアタウンを見てきたりとか、うん、はい、あのまあもちろんね、ロサンゼルスは世界最大のコリアタウンがありますし、はい、うん、そういうところをこう巡っていってっていうドキュメンタリーを作りたいなっていうことを今、うん、と企画はしてます。どうですか今の聞く、いや今の話聞くと、やっぱ北米は北米で、トロントはトロントのまた味があって、うん、ニューヨークはフラッシングとまた違うテイストがあってっていうこと で、ね、はい、であのイギリスなんかもニューモールデンとか、そこには、うん、あの南の人またはなんていうの、在日コリアン、あるいはブラジルからまたアメリカに移住した人たちも増えにいて、多様なコリアンディアスプラ、そこにまたいろんな人たちが混ざっているっていうことが、はい、本当にあの多様性のるつぼだと思うので、ぜひとも企画していただきたいし、あのいろいろとこう紹介できる部分も実はあるかもしれないなというふうに思いながら、ぜひぜひ誰が制作陣に入るのかなということで想像を膨らませています。ドキュメンタリー畑とは全然違うところで生きてきたんで、本当にあの、うん、いろいろご紹介いただけたら嬉しいなと思うんですけど、はい、いやあのこれからも、ね、のご活躍も本当にこう楽しみなんですけれど、はい、あの先ほどやっぱりこう次世代にこうどんなことがこう伝わったらという話も少しいただいたんですけれども、うん、はい、もしよろしければあの最後に視聴者の方にちょっと抽象的な聞き方になってしまうんですけれども、何かこうお伝えになりたいことなどあればメッセージをいただけたらと思うんですけれど、いかがでしょう？いや、先輩世代として別にこうしてほしいとか差し出がましいことは全く考えてないんですけど、うん、地球も日本も韓国も、もう次世代のものだと思ってるんで、うん、
僕らは彼らが生きやすいようにというか、明るく堂々と生きられるように、そんな後ろ姿だけでも見せられればいいかなと僕は思ってるので、ユニークな生き方だとしても、ちょっと抵抗を感じるような生き方だとしても、僕の生き方を貫いてそれを見て何か感じてくれればいいなと思ってます。あと、2024年からちょっとアメリカ拠点だったな生活を半分ぐらい日本、韓国に戻して、こっちでももう一回俳優活動しようと思ってたりもするので、もう少し日本での時間をたくさん過ごすかなと思ってます。今日本の全国各地回って、こう自然を見たりとか温泉行ってみたりとかっていうことを少しずつやってるんですよ。僕はなんていうかね、その日本の風土ってものすごく愛してたりとかしてて、日本とかがまだ日本という概念が始まる前のとか、例えばもう渡来人すら来る前の本当にもののけ姫ぐらいの時代からある木とかね、川とか山とか川とかっていうのを、もうそういう日本の自然とか、もし精霊っていうのがいるんだったら、そういうのと触れ合ってこう友達になっていきたいなっていう時間を過ごしたいなって思ってたりもします。またぜひ日本でね、そういう豊かな時間を過ごされる中で、こういうふうにこうお話が伺う機会がありましたら、大変嬉しく思います。はい、最後にありますか？はい、パクソヒさんのお話を伺って、はい、未来の若い世代はですね、ソヒさんの背中は広い、大きいなっていうふうに思ったし、森の妖精になられるんじゃないかなっていうことも期待しつつ、ぜひとも一緒に頑張っていきたいなっていうふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい。第12回のゲストは俳優のパクソヒさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。